ポツダム将尉とは、ポツダム宣言受諾後に戦闘が基本的に終了した8月15日から11月30日まで継続した陸軍将と海軍将によって、この間の日本軍において将尉に任官した軍人の通称である。全員が1階級昇進して除退した。主に学徒動員や士官学校の士官候補生などが、これによって士官とされる将尉に任ぜられた。 人数は多く、民間者が自動的に自らをポツダム少尉と呼んだことからこの名称が広まった。倉田拓司のようにポツダム少尉を自称した人物によって広められた一面もある。このような昇進は少尉に限ったものではないが、少尉が士官と認められる最低の階級だったことや、学徒出陣によって見習い士官の多くが従軍機関に関わらず少尉とされた。 司かが体幹手当や恩給の支給額において有利になるとの配慮からとされている。大学生からの学徒出陣者の多くはポツダム商位になってから復学し、大学卒業後に養殖に就いた。現役軍人の大半が公職追放されたのに対して、学徒出陣者は公職追放の対象とならずに戦後に公務員になれたために上級公務員の中には、 多くのポツダム商意が含まれることになった。制度の改正によって何らかの資格や免許を容易に得ることをポツダムと呼ぶ場合がある。ABC 昭和史辞典毎日新聞社別冊1億人の昭和史1980年342ページ。坂東太郎。9年の交通事故死者数が5000人を割り込む。早稲田塾。 2011年6月14日閲覧。三国一郎、千中用募集、岩波新書記 310ISBN40 億420万3104、205、P186P ハット、退職時特別昇給を、全廃国家公務員、5月から、共同通信。2011年7月2日閲覧。ありがとうございます。